アップルキャンパスは1993年から2017年までのアップルの本社である。現在では主要部分や本社としての位置づけはアップルパークに移転したがオフィスや研究所として引き続き利用されている。アップルキャンパスはカリフォルニア州クパチーノにあり、そのデザインは郊外のビジネスパークに似た緑地の周囲に建物を持つ大学のものと似ている。 ディアンザオー通りから見たメインビルインサイドアップルキャンパステイクンアウトサイドカフェマックスルッキングトゥアーズイルロック、アップルのもともとの本社はクパチーノのマリアニ通り2525 25号の1号ビルにあったアップルキャンパスはディアンザオー通りの向かい側のマリアニ通りの東側にありこの場所はもともと方フェーズシステムズが占有していた面積は85万平方フィートである アップルキャンパスは1992年に建設が開始され、サブラートデベロップメントカンパニーによって1993年に完了した。1997年までは研究開発に専念しており、当時は R&D1 から6と呼ばれていた。1997年にスティーブ・ジョブズがアップルに復帰すると、アップルキャンパスには多くの変更が加えられた。 イルが占有する建物を増やし、研究開発に関係しない多くの活動が、インフィニットループ内に移転した。彼らは、イルという名称で知られるようになった。スティーブ・ジョブズは、従業員がペットを連れてくることを禁止したり、カフェテリアのメニューを劇的に改善するなどの追加のマークを残した。2008年8月12日の夜、バレーグリーン6の2階で火災が発生した。消火のために。 消防士は翌朝まで活動した。この火事による怪我人はいなかったが、築40年の建物で200万ドルの火災被害があった。アップルキャンパスの地図ウェ o オ o v e ブフラッツクリーンズサーバーズ e ット AT THE a ャ p l e CAMPASS e x クティブブリーフィングセンター2016年1月の建設中のアップルパーク。ありがとうございます。